はい、皆さんごきげんよう。 Keep Calm on T シャツシーズン16は世紀末の10年として、1991年から2000年の間に買った T シャツとその時聴いていたロックとその思い出についてお話をしています。ロック音楽と T シャツの思い出をお話しするという形のレギュラーシーズンとしてはこのシーズン16が最後になりますので、心残りのないよう、まあ、惜しみなくですね当時買った T シャツ、割とですね今割と高額になってたりするものもあるみたいなので、どうやってその辺をですね買うことになったのかっていうことをですねお話ししようというふうに思っています。このチャンネルではですね何度もお話ししていて、ずっと見てくださっている方はまたその話するのというふうに思われてしまうと思うんですが、1994年僕は転職したばかりのアパレルブランドの本社勤務のためにこう東京に出てきました。勤めていたブランドのデザイナーは割とこう音楽とかロックが好きでですね、こうミュージシャンともあと親交のある人でした。僕が出て東京に出てきた年の夏、次の秋冬物の商品のこうシッピングって言って荷物の、ね、入出荷でこうすごい大忙しだった時にですね、急遽大量の T シャツがこうフランスから日本に送られてくることになりました。デザイナーがですね新しいブランドの T シャツをこう買い付けて、それをこう自分のブランドのショップに取り扱ってそこで売るということを決めたんですね。でその新しいブランドというのがですね、ソニックユースのキム・ゴードンがエクスラージっていうブランドのショップのですねスタッフと立ち上げた新しいブランド X ガールというブランドの T シャツでした。その X ガールというブランドの T シャツなんですけど、まあ、割と綺麗なですね薄い水色に、まあ、今もその当時のロゴはそのまま使われているんですが、 X ガールと入ったロゴがラメでキラキラした感じで見えるプリントされたシンプルなデザインの T シャツでした。とね、袖がこう短くてこう身幅がちょっとここがシェイプされた、まあ、女性の体型に合う可愛い形の T シャツでね、 T シャツでしたね。よくですね当時はまあチビ T みたいな感じで言われてた、そんな形の T シャツです。で、水色とですねもう一色もしかしたら白があったかなと思います。でそれがこう日本に入ってくるので、まあ、検品にですね一人で福島の倉庫に行って一日中その X ガールのロゴをこう見てですね、大丈夫かというふうに商品を確認したというふうな思い出もあります。そして、急遽入ってきたものなんでなんとかその夏場のうちにですねその店頭にその T シャツ出そうというふうに頑張ってた思い出がありますね。なので多分日本で一番最初に X ガールを紹介したのは僕の勤めていたブランドだった、まあ、そこ置かれたのもそのショップが最初だったんじゃないかなというふうに思います。まあ、そんなですね可愛らしい T シャツを世に送り出したソニックユースのキム・ゴードン、あ、キム・ゴードンって女性なんですけど、そのブランド名からもうなんとなくこの X 世代の、ね、X ガールというぐらいだから X 世代の僕なんかと同世代というような感じがするんですけれども、実はですねキム・ゴードン自体は世代的には一つ上の世代に当たります。その当時もうその X ガールっていうブランドを立ち上げた当時キム・ゴードン40歳超えていたはずです。で、ソニックユースのもう一人の中心メンバーであるサストン・ムーアーですね、当時はもう結婚してたのかな、パートナーですね、のサストン・ムーアーも僕より10歳年上なので、1994年当時は30代半ばを過ぎていたはずです。でソニックユース自体実は70年代の後半にはもう結成されていて活動を始めているバンドなので、まあ、当時は名前のイメージとは異なる、ね、ユース大してユースじゃねえなというふうに思ってたりしたんですね。
でもちろんそのバンド結成当時はあの70年代当時はね、キムホドもサストムーンは若かったので、まあ、ソニックユースって名前つけてもおかしくないのかなというふうには思うんですけど、まあ、そんなことを当時思ったという思い出があります。もう94年とかですね、その頃にはすでにもう10年以上のベテランバンドっていう感じでしたね。なので X 世代のバンドからはですね、まあ、若い先輩というような立ち位置でものすごく慕われてたようです。あのカート・コバーンも実はキム・ゴードンにはすごく懐いてたという話もあるぐらいです。ソニックユース自体の楽曲はその今でも、まあ、今でこそ UK を中心とした、まあ、ヨーロッパのニューウェーブであるとかですね、ポストパンクの影響を受けたロックだということが今となれば僕も分かるんですけれども、まあ、前回のですね REM のように、まあ、当時の若者のロックっていうのは僕の中ではですね、またアグレッシブでラウドなイメージがあったので、やっぱり、ソニックユースもキャッチーさもなくてですね、その万人受けするようなものでもないですし、まあね、そんな激しくアグレッシブでもないので、あまりですね僕自身がソニックユース一生懸命聞いた、すごいいいなと思って聞いた覚えというのは実はないんです。そういった意味ではですね、まあ、アメリカにおけるまあ、オルタナティブロック、例えばですね、もう70年代後半から活躍をしていて、まあ、パンクの後のポストパンクであるとかニューウェーブと言われたそのロックの中でも新しい、ね、波みたいなところのと同時期にバンド活動もしているので、まあ、当然、影響を受けているというか、まあ、ニューウェーブであるとかポストパンクそのものがソニックユースだったりするわけで、ソニックユースの活動がアメリカを拠点にして行っていること自体がもうオルタナティブですよね。まあ、今その時に80年代であるとか90年代にあったロックとは別のものをやっていた、メインストリームのロックとは別のことをやっていたので、まさに、アメリカにおけるオルタナティブロックの始祖と言えるのがソニックユースなんじゃないかなというふうに僕は思ったりします。でやっぱりそのソニックユースのキム・ゴードンであるとかサストームーアにとっても、1994年のカート・コバーンの死というのはものすごく大きな影響を与えたようで、カートの死後にですねリリースされたアルバム、ウォッシングマシーンというアルバムがあるんですけれども、そのウォッシングマシーンの中では割とですねこう歪んだギターの音がですね印象的で、まあちょっとこうロックのラウドな一面みたいなのはあのソニックユースのアルバムの中では感じられるアルバムになっているのかなというふうに思います。で、そのウォッシングマシンの中の曲も当時の、ね、トレンドであったグランジっぽいですねアルバムに仕上がってる感じはするんですよね。なので僕はこのウォッシングマシンをアルバム買ってですね、1995年だったと思うんですけど買ってよく聴いていました。まあソニックユースのアルバムの中ではリリースの時にリアルタイムで聴いたのは、まあ、リリースと同時に買って聴いたのっていうのは僕はウォッシングマシンだけのような気がします。そのアルバムをリアルタイムでリリース直後に買った理由っていうのは実はですねグランジっぽいからという理由ではなかったんです。アルバムのジャケットがですね気に入ったっていうのも大きかったんですね。そのアルバムのジャケットっていうのはちょっとここに出しておきますけれども、ウォッシングマシーンというタイトルをそのままですねこう洗濯機にソニックユースと書かれたイラストが青い T シャツにプリントされた、その T シャツを着た人物が2人写っているという、まあ割とこうおしゃれなですねアートフォトみたいな感じのジャケットなんですよね。でそのソニックユースと書かれた洗濯機のイラスト、それがプリントされた青い T シャツっていうのはすごくアイコニックで、まあ、僕の目を引いたデザインだったんです。まあ、まさにロック好き T シャツ好き、ロック好きで T シャツも好きな人のためのジャケットというような感じがしたんですよね。なのでこれはもう中身がどうあろうとこれは買わなきゃと思って買った覚えがあります。今回紹介する T シャツはそのウォッシングマシーンの T シャツになっているんです。
これツアー T シャツになっていて、ツアー T シャツになっていて、バッグにはですねツアーデートが入ってますね。うん、7月8月のツアーの時に作られたマーチャンダイジングです、はい、ジャケット自体が T シャツでソニックユースとプリントされたものなので、これもう絶対そのままこう商品化されるぞとアルバムリリース当時から思っていて、これ商品化されたら絶対買わなきゃと思ってですね、いつも言ってた T シャツを扱っている CD ショップですね、これを巡っては出てないかなというふうに、ずっと探していたものです。なので見つけた時はですね、孫喜びしてはついに入ってきたかと思って買った覚えがあります。で、購入した時はですね、ここに実はコピーライトっていうのが入ってるんですけれど、アルバムのジャケットのものには当然ですね、まあ、それ商品ではないね、アルバムジャケット用の T シャツなので、そんなコピーライトなんて入ってないんですよね。でなのでこの買ったものにはここにねコピーライトが入っていて、もういかにもこれ商品ですよという感じがしたので、僕はもうそれ余計だなと、すごく当時ここに入っているものが嫌でした。あの前回の REM の T シャツと同じように、これもですね、実はナイスマンのコピーライトが入ってます。ライセンス to ナイスマンと入っているんですが、実はボディはですねフルーツオブザルームっていうアパレルのですねボディになっているということです。まあ、当時はですねもう、ナイスマンが作るってなっていたんですけど、あのプリントする、ね、ボディの関係で別のものにそのままプリントされてしまうというようなことも、多々あったようですね、はい、これもそういうものの一つかなというふうに思います。でソニックユースの T シャツのグラフィックっていうのはですね、まあ、このウォッシングマシーンだけじゃなくてですね、割とこう印象的で傑作だなと思うものが多いんですね、まあ、もちろんこのウォッシングマシーンも割とこうやっぱりグラフィックかっこいいなと思いますし、まさにソニックユースのこう象徴的なこの洗濯機の T シャツになっているので、今でもですね、この洗濯機にソニックユースと書かれたプリントの T シャツって、手に入ることが手に入れることが簡単にできます。割と人気なデザインになっているのかなというふうに思います。もちろん今発売されているものにはバッグのですねツアーデート入ってないですし、コピーライトも入っているいないというものになります。そしてですね、この僕のこのね持ってるウォシングマシーン、かなり年季に入って何回も切っちゃったので、これボロボロになってプリント剥がれてるなっていう感じに見えると思います。ここね、実はそうは見えるんですけど、これあんまり着てないんです。これもよく覚えてるんですけど、買ってですね喜んで着て、普通に洗濯機で洗ったらですね、一発目でこのここの白い部分がボロボロになってですね、洗濯機の中にこの白いプリントが剥がれたものが粉みたいな感じで、黒い色の濃い服にいっぱいついちゃったという思い出があります。ひどいですよね。一回貼っただけでこれぐらい、本当にこれと大して変わらないぐらいになっちゃいました。まあ、結構それがショックでですね、まるでこうこのプリントからすると何十年も使った洗濯機が表に放置されていて、こうね、表面が朽ち果てていってるような感じにもなってるなというふうに思うんですね。でもこれ本当に洗って一発目でこれぐらいになっちゃったので、であさあこれボロボロな T シャツ着てる感じがするので、当時あまりこれ外にこう着て出歩けなかったということなんですね。何度で1回着用した後はひっそりこう部屋着とかにしたという感じだったんですよね。なのでこれも実はあの、ね、ここ見てるとボロボロなんですが、色のもう、ね、割と色落ちもなく良い状態で残っているというようなものになったという一品です。はい、今回はそんなグランジオルタナティブロックの始祖とも言われる思うソニックユースとウォッシングマシンの T シャツの思い出の話でした。はい、
もしよろしければ皆さんからのご意見であるとか、グッド評価、あとチャンネル登録もお待ちしておりますので、よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。